はい、こんにちは。ユニアトリエの加藤です。今日はですね、前回ペン画について、ペン画を描いてるところを YouTube に上げたんですけれども、今日はその、使ってる道具について少しお話をしたいと思います。ガラスペン、前回ガラスペンのね、描いてるところを上げたんですけれども、ペン画っていうと、こう他にね、金属のペン先を使った、そういったペンの方が多分馴染みがあると思うので、まあ私の使ってるペン先に限定されちゃうんですけれども、こんなペン先があって、こんな書き心地ですよみたいなのを、まあいくつかね、持ってる範囲内ですけれども、紹介できたらいいかなと思っています。どこから行こうかな。まずですね、いくつか種類がありまして、大きく分けて、例えば、この辺にあるのは、はい、ちょっとね、ペン先だけなんですけれども、この辺にあるのは、カリグラフィー用のペン先です。まあ、ペンを使った習字みたいなもんですね。こんな風に見えますか。太さの、太い、こうゴシック体っていうんですかね。こう、太い線を引く。そういうのに適した、こういう、これ何ミリでしょう ?5 ミリちょっとあるかな。そういうペン先だったり、これも結構太いペン先です。こんな感じのペンだったり、これはそのカリグラフィーというね、文字を、ペン文字を使った習字みたいな感じですかね。ある程度の太さの線を引くためのペン先があります。でですね、まあ、こんな風にいくつか、何種類か、いろんな形の、まあ、メーカーによってね、形も様々なんですが、そのペン習字というかカリグラフィー用のペン先になります。これなんかは先端が丸くなっていて、丸い太さが、これが1ミリくらいありますかね。何段階か、ペン先の太さの違いで種類が分かれてきます。で、ですね、この上についてる、ペンのこの上についてる、この金具ですね。あと下にも2つ金具ついてますけれども、これは何かっていうと、インクを溜めておくための、まあ、大量の絵の具じゃない、インクを保持するための、まあ、補助器具というかね、そういうものです。これは、パーツとしては上に、そして下に2種類ついてますね。で、例えば、これは上に、あ、下にもちょっとついてますね。上と下と両方ちょっと、インクを溜めるためのパーツがついています。そんな風に、結構太い文字を書くときって、インクが途中で切れちゃうことが多いので、こういうね、補助器具みたいなのがついてるのが多いです。それと、あと、ペン軸も合わせてちょっとね、紹介しておきましょう。これ面白い形してますね。ペン先が、ちょっと角度がね、こう曲がってついています。これ何かっていうと、カッパープレートっていう、まあ、筆記体、よくあるね、筆記体みたいな文字を書くときに、まあ、大体右利きの人はこうやって持つと思うんですけれども、そのときに、右上から左下へっていうね、線が書きやすいようにオフセットしてある、そういったペン軸になります。ペン先は、一応これ、2種類。使ってるんですけれども、硬めと柔らかめですね。金属が結構先が開くタイプと、カリッと硬めのタイプと2種類取り付けています。これはそのカリグラフィーを書くときのペン軸とペン先の組み合わせになります。はい、これも、同じく、カリグラフィー用のペン先なんですが、ちょっと細字用ですね。はい、こんな感じで、比較的ペン先は柔らかい、金属のこの先端は開きやすい
そういったペン先になります。同じくこの辺の、この辺のやつも、カリグラフィー、まあ文字を書く用のペン先になります。はい。それからですね、今日実際にね、こうちょっと書いてみようと思うんですけれども、こちら、切れてるかな？はい。こちらのペン先は比較的その私が絵に使ってる、ペン先になります。いろんなこう形、デザインがあるので、ちょっとお見せしておきましょう。はい、こんな感じで。右から、これちょっとね、ペン先の名前忘れちゃったんですけれども、こんな形状のペン先を使っています。で、ペン先をこうセットするのがペン軸なんですけれども、このペン先の丸みに応じていくつかね、こう大きい、円弧のやつとこういう丸ペンみたいに細いのとあるので、これはね、ペン先の形状に合わせてペン軸を選んでください。こんな感じですね。はい。それから、最後になりましたけれども、ガラスペンもちょっと紹介しておきましょう。はい。こんな感じで、一応こう色はね、アンバー系と透明なのと2種類ありますけれども、原理は一緒です。まあ、リブが入っていて、ペン先がガラスでできているっていう感じなんですが、はい、これは、しまうときはね、こんな風に外して内側にしまって持ち運ぶことができます。と、あと、これ、まあ、ある意味消耗品なんですけれども、ペン先だけを交換することも可能です。このガラスの部分だけ取り外して、こう替えの予備のこうペン先ですね。これに付け替えるという感じで、ササキって書いてありますかね。ササキっていうメーカーが出しているペン先。ガラスペンの先ですね。で、この間私これ、通販で買ったのは、1本あたりね、250円くらいだったと思います。はい。で、このね、ペン先じゃない、ペン軸はね、この、こっち側にすると、通常の、金属のペン先をセットすることもできるので、非常に便利な、まあ、リバーシブルというかね、ガラスペンも使えるし、金属製のペンも使えるというペン軸になります。まだね、探せばね、文房具屋さんで売ってるところもあるかと思います。はい、結構、紹介の方が長くなっちゃったので、今日はとりあえずこの紹介までにしておきます。それでは次回は今度は、実際にね、このいろんな種類のペン先を使って、書いてるところをご紹介できたらなと思います。それではまた。